はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。あとは息抜きで V2 インカブやりたかったんですけど壊れたのでとりあえず4気筒戻ります。とりあえずバリを取るのと、バリというか溶接の跡をきれいにして、それでクランクケースにはまるようにセットできるようにしていきます。メインはルーターなどの細かい作業になりますね。では始めていきます。こうつくんですよね。この辺ですね、この辺が当たってるので、こことこっち側のここですね、当たってるので、この2箇所まず削っていきます。このまま削ってメタルを切り子まみれにしたくはないので、寸法に何のあるダミーのやつをここにつけて仮のものにします。ここと、ここにセットして片方ずつ合わせていくしかないね。光明炭を塗って当たってるところをチェックしていきます。こっちがちょっとまだ近いには近いですね。光明炭で色がついてるあたりがまだちょっと近いので、ここを少しやっていきます。これで十分なクリアランス確保できました。こっち側はこれで終わりですね。では反対側やっていきます。設計の時点で分かっていたことですが、こちら側もやはりぶつかりますね。ひたすら削って合わせてを繰り返していきます。なりましたが、今度は溶接のところですね。では溶接面整えていきます。まだなんか軽く当たってる感じがあるので、光明炭を使ってチェックをしていきます。当たっているところを削り落としてしまいます。はい、一応歯車が当たんない、ギアが当たんないところまで来たので乗っけてみます。接触は特になしと。アイドラーになる歯車です。それとシャフトですね。シャフトとアイドラー、そうです、ぴったりにしてあるので、実際にこれベアリングはつけるんですが、とりあえずはシャフト組めるようにはしてあるので、この状態で一度アイドラーつけてみます。ここですね。アイドラー側がぶつかるな今度は。なんかぶつかってるぞ。
ガイドラーが当たってますね。ここら辺で。ここちょっと削らないとまずいですね。なんとか入るようになりました。回ってますね。まだカラーやベアリングなど入れてないので位置が定まってませんが、この後きちんと入れれば問題なくなるはずです。一旦ちょっとギアを置いて、クランクシャフトを置いて、距離が適正か見てみます。これ適正位置にスペーサー入れて合わせたら完璧ですね。多少やっぱバックラッシュあるんですが、まあこんなもんでしょうね。あんまりギチギチにすると回らなくなっちゃうからな。ギアの追加加工をしていくんですが、これが18枚ですね。波数が掴むためのジグを作っていこうと思います。はい、ではこれがはまり込むジグ作っていきますが、余ってた端材なので素材不明、鉄ではあるんですが、 SS なのか45なのか SCM なのかは不明ですね。デンスバーではないと思うんですが、ただのジグなのでどんな格好、どんな素材でも基本的には問題ないです。このシリーズ始まってから毎回ほぼ必ず何かしらのジグ作ってますね。別にジグ作りが好きなわけではありません。必要だから作っているのです。定規の直角部分に光を当てて透かしてみて、きちんと角が出ているか確認します。これでギアが入るようになったので、あとはスリットですね。よいしょ。線引けたので、ここにメタル層ですり割り作っていきます。ちょろっとバリを取って、いよいよギアの専門加工に入ります。ベアリングはこの6901ですね。もう一回り大きいの行きたいけど、あんまりギアの肉のところが薄くなるとギアごと飛びそうなので、まあとりあえずこれで様子見ます。片方終わったので反対側もやっていきます。ここら辺からマイクのスイッチがオフになっているのに気がつかずに撮影を続けてしまっています。ひとまずベアリングが入るようになったので、ギアの追加加工は終了となります。
相変わらずマイクはオフのままですが、加工は進んでいきます。次はセンターカラーやローサイドのスペーサーを作っていきます。外形と内形の寸法に関してはそこまでうるさくないので、結構お手軽にやってしまっています。今の時点では若干厚く作ってありますが、後でヤスリで削ってこれは調整していきます。次は両端のスペーサーとなる部分です。もう外形は決まって内形もリーマーで取ってあるので、あとはズッキリで切るだけとなります。これでセンターカラーと両端のスペーサーは粗取りが終わりました。あとは厚みの調節をしていくだけです。センターカラーは手ヤスリで削っていくんですが、両端のスペーサーの部分は薄いので手ヤスリで削るのは大変なので旋盤で削っていきます。ただとてもチャッキングしづらい形状なので、チャッキングは諦めて接着剤でくっつける方式で進めていこうと思います。この図のように出っ張りのある棒を作って、そこにスペーサーを入れておきます。そしてここで接着剤で固定してしまいます。瞬間接着剤は熱に弱いので、あまり熱が当たるように加工はできませんが、軽接削であればしばらくは持ちこたえます。外すときはバーナーで軽く炙ってあげればすぐ外れます。この方法が多分薄物をやるときには比較的有効な手段だと思います。予定の寸法になったので成功ですね。あと今のうちにやらなきゃいけないのはスプロケですね。タイミング用のカムタイミング用のスプロケット、そろそろつけていこうと思います。寸法はきちんと作ったはずですが、もう一度チェックします。19.07708 ですね。軸が 19.08、 穴が 19.04 くらいですね。この首のところを押さえておけばプレスに乗せられると。できました。もうこれでクランクケースに、クランクシャフトにつけるパーツはありません。ギアもついたし、タイミングもタイミングチェーン用のスプロケットもつきました。まずはスペーサーを入れて、一応蓋閉めるのでメタルは入れます。とりあえずテストなので全部は止めなくていいか。
このギアを回すとクランクシャフト回ります。で、ここもつけたので、カム用のスプロケットもつけたので、今までより軽く回せるようになりましたね。これで、にどこもぶつかってはいないので、これで OK ですね。ここが次にクラッチのつく本来の元のクランクシャフトの部分に接続されます。なので次回はこのここにつくギアですね、クランクウェーブを排除してコンロッドもやめて、ここにまっすぐなギア、シャフトを作ってギアをつけていきます。それがここにつけば、いよいよクラッチ側への動力伝達が可能となります。動力伝達用のメインシャフトはこれから、設計はもうあるんですが、一から作るか、先ほどの純正のクランクシャフトを加工して作るか、ちょっと今までやっていない製造方法も試してみたいと思います。うまくいけばいいですが、ダメだったらもう一種類サラから、まあ、サラの状態から作っていく方法に切り替えます。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ところで、作業場の紹介動画って何を撮ればいいんでしょうね。もしここが見たいという希望がありましたら、コメント欄にお寄せください。参考にさせていただきます。